こんにちは、マキシです。梅雨のドイツ語会話をやりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。イエーイで今日のテーマなんですけど、梅雨であのもしあの、もしもドイツ人ともこうドイツ人とこうドイツ語で会話したかったら、その時に、 こう、どういう会話をするかっていうのを皆さんと一緒に、ちょっとあの、単語を勉強したいと思います。ちょっとね、あの、ドイツ語のフレーズを紹介して、で、それ後であの、単語の意味を説明する、そういう計画なんですけど、まず、あの、梅雨についてこう、あの、前日ね、雨が降ってるって動画をしたら、コメントで、あの、みんな、あの、そうなんですよ。で、コメントで、やっぱ梅雨ってこう、洗濯物乾かないってこう、 コメントでこうね、あの、あの、一人、あの、それ書いてくれてて。では、やっぱそうだと思って。うちもあの、先週洗濯物したんですよ。こう、あの、すごい、あの、洗濯物溜まってて。で、そしたらなんか、こう、こう、ちょうど外に、そ、しえー、こう、ちょうど外に干してたんですよ。ちゃんと、あの、外に干して、家出て。そしたらね、あの、4時間後に急になんか雨がこう、ボーっとちょっと降り始めて。 そして家に帰ったらあのもう、ね、部屋の中で干すことにしたんだけどまあ、やっぱり梅雨だとねそういうねフレーズがとっても必要なんででそれ皆さんドイツ語だったらどう言うかっていうのをねちょっとこれです「Die wäsche wird nicht trocken」なんかこうドイツ人っぽい感じに会話します。 Boah, in der Regenzeit in Japan. Wenn du dann deine Wäsche draußen aufhängst, die wird gar nicht trocken. Das ist echt, das, das geht gar nicht, weißt du? Und dann, dann habe ich meine Wäsche draußen aufgehängt und dann bin ich kurz rausgegangen und dann, ich glaub's nicht, weißt du? Ein paar Stunden später hat es direkt geregnet. Und man konnte deutsche Mosche Ikone. fte. So, den ich gehe, wenn ich. omonde. Da にこれをぜひあの覚えてきてください。d e ヴェッシェ wird nicht trocken。単語を説明すると、d e ヴェッシェがねあの、これ洗濯物の。ッシ s h e がね、こう洗濯するからで、これがその名詞。Wirt が見られて、に人<で>がこう違う。で、特権が乾くって意味なんで、単語をもう一回振り返していきます。d e ヴェッシェ なんて書いてあるんだ t 乾くなる die w a s あ,あ、そう。これも、あの、皆さんにすごい伝えたくて、実はですね、あの、ドイツと日本の、こう、洗濯のやり方が全然違うんですよ。なんか、多分、ドイツ人の方が、こう、すごい、 なんかこううちのお母さんだけかもしれないんだけど洗濯物すげえ一生懸命頑張ってるドイツ人すごい多いんですよでうちのお母さんだったのにもう本当にすごくてあのもうあの家族のこう洗濯のこう全部やるとしてもうすげえ分けるんですよもうこう、ね、まあ赤は分かる はか分かりますよ。だって赤い T シャツと白い T シャツ混ぜたらオレンジの T シャツになっちゃう場合があるから、からそこで分けるのはすごい分かりますけど、でも母親だとなんかこうレベルがもうそれじゃなくて、もうすげえんですよ。もうジーパン、普通のジーパン、黒いジーパン、これシャツ、これ白い T シャツ、これ真っ黒なシャツ。 これ、これね、こう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 って、靴下よ、靴下よって、そうするとなんか1ヶ月分、その家族全部の、これ、ね、全部こうね、あの、待つんですよ。で、ある時、この種類の夜があったこう、なんかそれで、なんかその、画像と、例えば、ポロシーだったったら、この温度性が一番理想的で、一番こう、綺麗で、だからそれでなんか全部しっかり調べて、 ちゃんとやってたんですよね。なんか、なんか、めちゃくちゃ尊敬してて、こう、あの、大学生の時に家出て一人暮らしした時から、その時から、うちはこう、全然できないんだけど、まあ、母親はすごいんですよね。だから、まあ、そういう、あの、こう、掃除好きなドイツ人は、まあ、掃除というか、その、洗濯物、あとね、あの、日本だと、こう、冷たい水で全部洗うんじゃないですか。 でもドイツの普通の家庭大体の洗濯機はですねあの温度制限があるんですよでなぜかというとあの運動するとすっごいあの臭いんじゃないですかだからその分にあのこう強いものを入れるときれいにこう洗えるかもしれないんだけどそうじゃなくてドイツ人なんだかんだこう環境に優しいものが好きなんでだからその温度を足す環境に優しい洗剤でうん みんなやってます。だからなんか、うん、ドイツに行って、あの、ドイツの、あの、多分、メーカー だからもしそういうのに興味あったらアマゾンで調べて下にリンク貼っとくけど日本でも多分売ってるかもしれないけどすげえ高級ででもなんかそのドイツ人がすごい洗濯物を分けることだからあのたまにあのドイツに住んでる日本人がそのなんか洗濯物が大変だっていうクリームを日本人の友達にすると洗濯物のどこが大変のみたいな だけど、やっぱドイツだと、勝手によって、すごい厳しいんですよ。もうね、あの、ちゃんとした人だったら、こうねこ、こんな風に、こう、ちゃんと、しっかり、こう、こうね、あの、こう、オレンジの T シャツはオレンジでって、こう、それがこの、で、これはこうで、みたいな。うん、すっごい厳しい人は厳しいんですよ。あと、ドイツ人は、こう、恥ずかしくって、 なんかあれなんですよあの外であんまり洗濯物をこう干さないんですよだからイタリアとかは外で干したりするんだけどドイツはそうじゃなくてどっちかっていうと人に見せないところで洗濯物を隠したりするんですよでそうするとそのなんか洗濯物のための部屋がないなら外に干さないならどこで干すかってなったらあのもう干すんじゃなくてあの機械を使うんですよそのなんかこう 機械を使う人も多いしあるいはなんかこうよく使わない部屋で干すとかでそこにこう関数計をこう入れるとかうんまあとにかくドイツ人はすごい誰も中が入れない庭を持たない限りは外で洗濯も干しませんだからそこちょっとドイツの文化と日本の文化の違いなんだけどで次あのー とっても必要なドイツ語のフレーズはですね。「Ich habe meinen Regenschirm vergessen!」。私ずっとそうなんですよ。そうそう言ったら、キューリアムフその時に傘ないんですよ。で、ドイツ人がその時に多分どんなふうに会話してるかっていうと。う ich glaub's nicht, da bin ich rausgegangen! Und da hat es plötzlich geregnet. Weißt du, jeden Tag, ich denke immer dran, meinen Regenschirm mitzunehmen. Aber immer wenn es regnet, dann habe ich meinen Regenschirm nicht dabei. Und dann war ich schon wieder draußen und da hat es wieder geregnet. Weißt du, was ich gemacht habe? Dann bin ich zum Kombini, zum 7-Eleven gegangen und habe mir schon wieder für 600 Yen einen neuen Regenschirm gekauft. Ich glaub's nicht. Mason da bin ein 傘を忘れたらクレーム言うと思います。ちょっとね、あの一番皆さんに覚えてほしいフレーズは何かというと、これです。Ich habe meinen regenschirm vergessen。私は傘を忘れちゃいました。で、えー、っとね、覚えて っていくのはもし何か覚えてくれるなら単語のこれなんですよ。で、「レーゲ h シウ m これ、傘です。レーゲンが雨で、シウム,こうこうムがこれで,で、あのレーゲンがこう雨。で、シウムがこの守る。その感じのあれなんですけど、「ファが忘れる。なので、もう一回振り返します。「イッハベマイネ h レー m vergessen ということで、皆さんどうですか梅雨の中で、こう、特に困ってることとか、今日はなんか、あの、ここはなんか知らなかったとか、なんかあったらぜひコメントで教えてきてください。他にも、もう季節に関係ある、ドイツ語界隈の動画を作ったり、ドイツの文化も作ったりしてるので、よかったら見てきてください。ブッソンリスマーチース